ที่นะแต่ผมชนะผมจะเอาเงินกลับกลับเมืองไทยเซกายดุตารุこの道より生きる道なし信じ続けたその先に緑のベルトが見えてきました。いくつもの重い扉をこじ開けてこれが最後の扉、西岡俊明悲運の天才の一戦は誰か。忘れかけられた元エース、アキレス腱断裂の絶望を乗り越えて信念を貫き通した4年半歩き続けたこの道についに光が差しました。ミラポンと4度の世界戦で2度の引き分け、ダパーポンの背後にはくしくもその宿敵ミラポンが控えます。4年半の時を経て再び世界で再び対峙、惹かれ合う宿命のライバル、ウィラポン、西岡、ナパーポン、運命の交差点は因縁渦巻くトライアングル。電光石火のレフトハンドはセコンドものとも突き刺すのか。西岡俊明、悲運の天才、悲願はなるか。取れないはずがないと自分で思ってるんですよね。絶対取れると思ってるからね、西岡俊明最後の挑戦。10代の頃から西岡は天才とやってるんですね。抜群の左打つんですよね。まあこの左打つのはどこにいるんだろうというふうに、世界探しても見当たらないような状態ありましたからね。10代の頃から未来を嘱望されてきた西岡、しかし32歳になった彼に未だチャンピオンの称号はない。過去4度世界に挑むも2度の引き分け、あと一歩届かなかった。さらにその間アキレス腱の断裂。西岡みたいにスピードのある選手はね、致命的なところになるわけですよね、焦燥感というか何やってるんだろうなと、まあ練習もできないし、もう何もできないじゃないですか。ボクサーとして致命傷を負った西岡、しかし彼は諦めなかった。西岡最後の挑戦から4年半もがき続けた苦しい日々を、ただ世界王座のため戦い続けた。家族の存在はものすごく大きいですね、家族を守るっていうその気持ちが逆にボクシングに対してより一層負けれない、負けられないっていう強い気持ちに向かっていってますね。この1月から妻と子を実家に預け、たった一人世界ダッシュに全てをかけてきた西岡。絶対勝ってリングで抱きたいなと改めて思いました、だがくしくも相手はかつて世界戦で4度拳を交えたウィラポンが指導する強打が武器のナパーポン。 KO 率 85% の強打はウィラポンのそれをはるかにしのぐ。そしてウィラポンが西岡の弱点をナパーポンに注ぎ込む。ナパーポンต้องชนะแน่ๆครับนิยุกะรอนะครับผมจะกลับนาวาบุญจะไปญี่ปุ่นเพื่อจะเอาแชมป์ที่ในญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวเราเจอกันครับウィラポンに対してははっきり言って何もないです。過去なんかはっきりどうでもいいんで、そうだ、過去はもう振り返るな。あ
新たな栄光へ向け、西岡行け。さあ WBC 世界スーパーバンタム級タイトルマッチ、まもなくゴングです。WBC 世界スーパーバンタム級タイトルマッチ暫定王座決定戦、今ゴングが鳴りました。西岡俊明対ナパーポン、シルバーのトランクスが西岡、 WBC の第2位です。いきなり来ました。エースと呼ばれた西岡も32歳、4年半ぶり5度目の挑戦、ラストチャンスです。ワンツーバラしていって左です。黄色のトランクスがナパーポン、 WBC の第2、第3、2度目の世界挑戦、タイの29歳です。大橋さん、4年半西岡ね、よく待ちましたね。そうですね、左から右、まあ、オリンピックと一緒ぐらいですからね。そうですね、本当にチャンスをね、掴みましたよね。その西岡の悲願になるかというこのタイトルマッチ、5度目のタイトルマッチになります。左のパー突き上げていく西岡です。この左が西岡の得意です。内藤さん、はい、同世代のこの西岡のラストチャンス、内藤さんはどうご覧になりますか。いや、30過ぎてね、頑張ってね、本当 僕もそうだけど、本当取ってほしいですよ。待って待って、これが5度目ですね。本当ですね。さあ大橋さん、試合のポイントをお伺いしたいんですが、どのあたりでしょう、ね、やはり左ですか。そうですね、左ストレートですね、はい、でね、中川君今ねスピードがなくてですね、はい、なんかそんな強くないんじゃないかってこれみんな見ちゃうと思うんですけど、実はナパーポこれ中盤から終盤がすごく強いんですね。そうですね、はい、あの過去の試合見ましても中盤以降に無尽蔵のスタミナで相手が嫌がってしまう逆転系をこういうのありますからね。そうなんですね。おー、左、だからねこの前半ですね、はい、もうポイントを取るのと同時にダメージをね、与えられるだけ与えた方がいいですね、はい、ですから1ラウンド積極的に行ってますけど、これでいいと思いますね。あ、サイドに出ての左のボディ、大橋さん、この左に出てのサイドに出ての左ですよね。そうですね、このサイドステップして左ストレート、左アッパー、はい、本当に練習通りできますね。今度は右を引っ掛けていきました西岡、サウスポーの西岡です。スピードキング、そして左一本でここまで世界のトップに来ました。右から左に、右にステップのして左を出していきました。そうですね、右に回ったり、はい、左にステップして左スレッド、本当にサウスポーの、ね、教科書通り今動いてます ね。 そうですね。なおこの試合のレフェリーはアメリカのケニー・ベイレスさんです。ジャッジはメキシコベンハミン・レンドンさん、プエリトリコのサムエル・コンデさん、アメリカのジェームス・ジェンキンさんです。川島さん、はい、川島さんはどうご覧になりますか。そうですね、この KO 率でこのナパポン選手ですね、はい、まあ、どんなパンチを打つかっていうのがちょっと楽しみだったんですけども、まだちょっと様子を見てる、左の左の怖いですね、感じがありますね。1ラウンド目っていうのもあって、はい、あの川島さん、比較的ナパーポンは直線的に前に出てくる感じがしますね、はい、そうですね、まあ、ストレート中心のボクサーですね、はい、左から右出しました。西岡、左のアッパーはボディです。おう、左、左です、左です。この黄金の左があります西岡、そして右はフェンシングのような右遣いを見せます。その右から左へいつつなぐか、そしてその一線左コーナーに控えるウィラポン、もろとも人差しにできるかという西岡の左です。第1ラウンド、西岡素晴らしい立ち上がりを見せています。右を出したところ、ここで第1ラウンド終了。放送席は大橋秀幸さん、そして川島勝茂さん、内藤大輔さんのお三方ですが、内藤さん、はい、さあこの後ですね、2ラウンド以降ですね。そうですね、はい、どう戦っていくかというのが注目になります、この第2ラウンドです。さあ第2ラウンドが鳴りました。WBC 世界スーパーバンタム級のタイトルマッチ、西岡の悲願はなるか、それともナパーポンが2度目の挑戦、そのタイトルを手にするのか。内藤さん、はい、あのこう見ますとナパーポン、そんなにこう秀でた技術があるようには見えない選手なんですね。1ラウンドだけ見たら本当にこの成績なのかって感じますよね。ただですね、初挑戦のラリオスに負けて以降は引き分け挟んで23連勝という、あの尻上がりにこう行くんでしょうね。そうですね、この選手は不気味です。あの世界初挑戦のラリオスですら手こずって終盤まで行ってちょっと嫌がるような素振りも見せたという、ですから西岡としては早いうちにこのナパーポンの心を砕いていきたいという感じもあります。シルバーの輝くトランクス西岡俊明、1ラウンドはすごい
いい動きでしたね、北本、西岡選手。島田さん、はい、その西岡陣営ですが、西岡、昨日はよく眠れたそうです、はい、で控え室でも非常にリラックスしていまして、で陣営としては葛西トレーナーがあのインターバル中に戻ってきた西岡に力むなと笑顔で迎えました、はい、そしてその葛西トレーナー、もう様子見なんかないですよと言って送り出しました、はい、またコーナーサイドは西、赤平雅アナウンサーです。お左から右サイドに動いていきます。直線的なナパーポンに対してサイドを取ろうという動きを見せますこの西岡です。右をついて右をついて今度は左に行きました。今度は左、もう一度左を行きました。いい打ち下ろしですね、はい、左は右を大きく振ります。ナパーポンがね、はい、ストレートのボディですね、そうですね、打ってきてるのであれがちょっと嫌なパンチでしたね、はい、終盤をまあ迎えるにあたってですね、はいはい、この右のボディに対してのその防御といいますか対処は大橋さんどうなんでしょうか。やはりこの西岡選手の持ち味であるこの足のフットワークでですね、はい、ショートの右、はい、ちょっと今いい感じもちょっとショートでね潰されるような右をもらいました西岡、大きな右を振りました。あの直線的に出てきますから川島さん、はい、うまくその右をいなせればサイドを取れるんじゃないかなというような陣営の声もあるんですけども ね、まあ、今のところ西岡選手すごい左をストレート、スピードでね、まあ、いなして圧倒してるとは思うんですけど、はい、まあそれもそれに屈することなくもう前へ前へプレッシャーかけてくるんで、はい、左から、まあ、ちょっとやっぱり不気味ですよね。そうですね、このボディ左のパン、左のパンのパンポン、左から右、ちょっと大きなパンチだったか、右のクッ、西岡の右、ちょっと力みすぎですね、はい、西岡のね、ちょっと持ち味のスピード消えちゃうんで、はい、もっとそんな力むことないですね。西岡の味はなんといってもこのスピードキングと言われるそのスピードです。2001年に暮れにアキレス腱の断裂はありましたが、大橋さん、もうこの 2,3 試合全く問題ないと陣営も本人も言ってますね。そうですね、やはりねアキレス腱切るとどうしてもなかなか戻らないですから、元にですね、はい、このもう4年ぐらいでね、完璧になってます今ね、はい、もう全盛期の西岡になってますから、ですから逆にそのスピードをね生かしてね、どんどん行きたいですね、はい、ハンダーブレイブロー、西岡の黄金の左が炸裂します。相手をよく見て、さあここはどうするか、右のジャブ2つ3つ、はい、第2ラウンドが終了しました。では両者の体格比較です。大きいと思われたナパーポンですが実際には西岡より2センチ弱高いだけでした。両者とも軽量一発クリア、西岡はこれまでより1階級上スーパーバンタムということで非常に体調がいいんだというふうに話しています。さあ第3ラウンドが始まりました。 WBC 世界スーパーバンタム級タイトルマッチ、5度目で悲願はなるか西岡俊明、対するはあの宿敵ウィラポンがトレーナーとしてセコンドに控えます、ナパーポン、ヤットリサックチョークチャイ、黄色のトランクスです。先ほどのラウンドですね、はい、西岡さんの左ストレートはね素晴らしいタイミングで当たったんですけど、はい、ナパーポン全くね無表情で、ぐいぐい前に出てきましたね。この辺がやっぱりナパーポンの武器ですよね。そうですね、はい、あの川島さん、あのウィラポンがデスマスクと言われましたけども、はい、それ以上の無表情はこれ不気味ですね。ウィラポンに似てますね。似てますね。あ、左を突き上げていった。ナパーポンは右。これは西岡のボディーワークでかわしました。右のボディー。この足ですね。今見せてるこのフットワークですね、はい。左右前後の動き。これでもいいですよね。変にね、もう倒しにこうって気を起こしますと、はい、逆に相打ちみたいタイミングもありますから、その辺気をつけてですね、フットワークを生かしたボクシングにしていきたいですね。西岡自身も KO はもう狙いませんで勝ちに行きます。まあそういう風に。関西なまりで、ね、こう話してくれたわけですけども、さん、はい、アコーナーのナパポン陣営ですけども、ね、はい、しっかりガードを固めてきて、そしてこの右のストレートいいから、この右のストレートの後の左などのコンビネーションをしっかり打っていけというふうに指示を出してますね、はい、やはり右、まあ、内藤さん、はい、この右ちょっと嫌ですね。そうですね、あ、西岡も少しやりにくさを感じているかもしれません。なお遅いんですけど、はい、タイミングいいですよね、中川さとしアナウンサーのリポートです。西岡がうまくこれをさばいて自らの左につなげていかれるかどうかというところ、左のボディを叩き込みました西岡。ナパーポンの右、ノーモーションで右を出してきました。ちょっと相手を癒やしながらの右、西岡左、ナパーポンは肩をつけます。西岡の肩をつける左のボディ、これも西岡練習していました、右肩をつけての左のアッパー。正面に立つ西岡、少し右にステップします。左のボディ、いいボディですね、右のボディだ、いい右のボディだ、いいパチがいる、いいパチがいる、のね、一番の持ち味のカウンターですね。そうですね、上を外して左ストレートですね。内藤さん、はい、どうやら西岡自身の動きというのは良さそうですね。いや、いいですね、本当、はい、コンディション良さそうですね、あとはこのいやらしいナパーポンの前進をどうさばくか、まあ、内藤さん、はい、そうでしょうね。そうですね、
ここからがあの、まあ、中盤以降が、ね、強そうですからね、ナパポンはね。どれだけ西岡にカウンター打たれても全く表情が変わりません。全くもってのこのタフネスサイボーグぶり、ね、顔色が全然変わらないですね。そうなんですね、不気味ですよ。まさにウィラポンの浮き写しのようなこのナパポン、右のボディ西岡、ナパポンはワンツーから左を返します。ただ前進してるんですけど、今西岡君のスピードに完全についていけない感じですよね、はいはい、西岡を4歩跳ねのけたあのウィラポンが全てを伝授した、そういうこのナパーポン。あー西岡選手いいですね。でも、はい、ナパーポンが前に出てくる、左左で前に出てきました。西岡さばく、第3ラウンド終了。第3ラウンド西岡らしい強烈なボディーブローが炸裂しました。ナパーポンが後退するという強烈な右のボディ、さあこれを生かして第4ラウンド西岡仕留めるかどうか。 WBC 世界スーパーバンタム級タイトルマッチ第4ラウンドに入りました。西岡俊明32歳エースと呼ばれた西岡ももう32歳になりました。さあこれが5度目の世界戦、4年半ぶりラストチャンスです。5度目の世界というのはまだこの日本ではあの花形スーさんしかいませんが、ミカルジュル、いいパンチが入りました。いいパンチ、右左右コンビネーション出していきます西岡です。まあね、今ね横からサイドから打ってるんでね、はい、そのお返し相手のパンチがもらないんですね、はい、これをね守っていけばね危なくなくこれポイントを取れますね、はいはい、そしてあの西岡はもちろんスピードを生かした攻撃というのもありますけども、防御のセンスというのもこれ天性のものを持ってますよね。そうですね、非常にパンチを見切る、はい、パンチですか、いいものを持ってますね。あ、右を返してきたな、パーポン。西岡君、ね、パンチを見切る感もいいんですけど、はい、足ですよね。ワンツースリーフォー、スパークでパンチを避けれますので、右ボディ、ナイスボディ。川島さん、はい、川島さんも得意にされていましたけど、これボディいいですね、西岡ね。いいですね。でも完全にこのサウスポーのリテンというんですかね、はい、この右側右側に回ってボクシングできてるんで、はいはい、もう今すごいいい形になってますね。また来て右にステップしての左を出しました西岡。はい、赤平さん、そのボディなんですよね、このラウンドからやはり左も右もボディに行こうという指示が出てますね。ボディですか、やはり。そしてですね、右をついてその右を、はい、右を肩に当ててサイドに回って左のストレート、これも狙っています。あ、なるほど、確かにスパーリングあるいはミット打ちでもよく練習していました。そういったあたりが出せるかどうか、第4ラウンド半分が経過しました。右のボディはナッパーポン、頭を下げた西岡ボディは左のボディへナッパーン、左のボディへナッパーです。軽く相手をいなすような形、ナパーポンはまっすぐ前進、ツー西岡返す、左のパーン、ナパーポンの踏み込みが鋭くなってきましたね。そうですね、1ラウンドちょっとなんかすごくスローモーションな感じしたんですけど、だんだんなんかエンジンが上がってきた感じもありますよね、はい、これですね、これがナパーポンの怖さなんですね。で、気がつくと相手が嫌になってしまう、それぐらいのこの無尽蔵のスタミナ、タフネスぶりがこのナパーポンの得意であります。 KO 率は 85%。 おー、うまい。顔面がね、顔面が田村選手というのは大体ねボディが弱いですから、西岡選手のボディ狙うというのはいい作戦だと思いますよね、はい、あのルールミーティングでもローブローに対してしっかりと注意を取ってほしいなんてことをこう陣営はコミッションの方に言っていたようですからね。うまい、うまい、サイドのうまいボディワークを見せました。はい、横に動く、横に動きがいいですね、西岡選手、はい、サイドのインサイドのボディワーク、うまい、今ね、うまくパンチ避けてますよね、あの必ず打ってね、西岡選手サイドに回るんで、はい、それでうまくかわしてますね。これ、左ボディ状態でいて返されたら普通の選手だからもらってますから、はい、西岡らしい選手らしいいい戦い方ですから、ね、第4ラウンド、はい、まさにスピードキング天才西岡、輝きを取り戻すかのようなそんな戦いを見せています。第4ラウンド、ナパーポンの左に対して西岡は右、第4ラウンドが終了しました。胸に合わせるやつ、胸に合わせる。それでは第2ラウンド終了時点の採点を発表いたします。39対37の採点がジャッジ1人、そして40対36が2人のジャッジが進みます。三者ともに西岡俊明選手を支持しています。ラウンドファイル、 WBC 世界スーパーバンタム級のタイトルマッチ暫定王座決定戦、西岡俊明とナパーポンの一戦は第5ラウンドに入りました。WBC ルールのオープンスコアリングシステム、4ラウンド終了後の採点公開がありましたが、ジャッジ3者ともに西岡を支持してとこの第5ラウンドに入りました。
まあ、川島さん、はい、まさにそのスコア、あーっと左、いい左ですね、まあ、スコアのジャッジの通りという展開ではありますね、はい、川島さんも間違いないですよね、そうですね、はい、まあ、ただこういうポイント取れるのは前半はこれは予定通りじゃないですかね、はいはい、島田さんその通りでね、赤コーナー西岡陣営はもう予定通りだと、ただもっと圧倒したいなという話が出ています、圧倒したい、そんな戦いを見せてくれるかどうか、縦のナパーポンに対して鍵は横、ジムの代表浜田剛さんは話してくれました、左のボディボディボディ左ボディボディですね、左のボディ左のパーナパーポンも左のパーだ、西岡高橋さん足を止める、まあ、固まってますね、脇腹じゃなくてね、真ん中ですね、ストマックにね、いい打ち方しましたね、はい、サウスポーの左のボディ真ん中打ち抜いていきました、フェンシングのような右使いで相手のジャブをコントロールして、そしてスピードキングと言われるステップワークで右に出て、そして得意の左を突き刺す、おっとナパーポンの右です、島田さん、はい、青コーナーのナパーポン陣営はですね、はい、この採点聞いてから目つきが変わりましたね、さっきのつきました、そして近づいて近づいて左アッパー狙いというふうに叫んでいます、ナパーポン陣営にはこの西岡を4度退けたあの名チャンピオンウィラポンが聞こえています、西岡の視線の先にはあるいはウィラポン、しかし西岡は全く関係ない過去の人だというふうにさらりと言ってのけました、ボディーワークでかわして右に出ます西岡、シルバーのトランクス、輝くスパンコールに包まれたこのトランクス、西岡にとって輝くその未来、あーあー右ったよ、強烈な右だ、西岡の右だ、左のパーだ、左のパーだ、ちょっと効いたな、さあ西岡行け、ここはチャンスだ、ラパーも足が止まった、ラパーも足が止まった、西岡も足を止める、前に出る、ボディーワークでかわす、いやー内藤さん、はい、いいパンチ入りましたね、いやあれはちょっと効いたと思いますね、あれはね、川島さん、はい、西岡の良さが本当に出ていますね、そうですね、スピードもあって、ナパーポンに対しては川島さんどうですか、はい、まあ、やっぱりこの圧力もやっぱりかけてきましたし、はい、あと左のジャブがストレートみたいですね、ああそうですね、はい、あの右も左もそうですけど、どちらにしてもステップもまっすぐという感じですね、来た、左はこれはスリッピングアウェイ、相手のパンチを同じ方向に首を変えることで魔王の向きを変えた、ミノボリーナパーポン、相手のパンチの威力を逸らします、ミノジャブジャブジャブから左、第5ラウンドも残りあとは15秒となりました、このラウンド2勝目、おお左が大きく振った、入ったパンチをね、かなり打ちましたね、はい、また左を押しつぶしていく、はい、左のボディナッパー、いいですね、西岡強烈な左のボディナッパー見せました、ここは完全に見切るような感じで第5ラウンド終了、サウスポーの西岡第5ラウンド強烈な右を叩き込みました、ナパーポンもコア右を返しましたが、西岡のパンチのが上、ラウンド奥さんの美穂さんと、そして2歳の一人娘小姫ちゃんです、世界を取るための別居生活も今日で終わりです、 WBC 世界スーパーバンタム級のタイトルマッチ、ナパーポンそして西岡俊明、西岡は勝って一人娘小姫ちゃんを抱き上げると約束しました、これまで技術は一級品、そして体の方もすっかり戻りました、アキレス腱の断裂もすっかり戻りました、大橋さん、はい、そこにできた家族の存在、審議隊の芯が揃いましたね、そうですね、本当に審議隊三拍子に、ね、揃った、はい、最高の状態で今リンク上がってますよね、心と体が一つになった今だからこそ、ジムの代表浜田剛さんも話しました、西岡自身も感じています、おお、西岡のいい右が入ります、ナパーポンまっすぐ出てくる、左のボディ左のパー、左のボディ、左のボディ、左のボディ、西岡だ、ボディ攻撃ですね、ナイス左のボディ、この左のボディはメキシコチャンピオンアロンソを一発拳を押したらクラッとバックでもあります、ナパーポンもちょっと列車を強めてきましたね、無表情で迫り来る脅威のタフネスです、まあ、先ほどのラウンドですね、カメラナパーポンも一瞬効きましたからね、ちょっと足が止まりましたね、あれねちょっといつもの試合より焦りがちょっと出たんじゃないですかね、はい、ただ焦りから今ね出てきてる感じしますね、はい、顔に全く出ないというのが川島さん、はい、ボクサーにとってこういう相手ってどうなんですか、いやですね、やっぱりデスマスクっていうのは、あの自分が打ってるパンチが効いてるのか、はい、どうなのかもう自信がなくなってくるんですよね、あそうなんですか、はい、島田さん、はい、西岡陣営もねナパーポンの焦り読んでましてね、向こう焦って出てくると思うからそこを左で切って落とせと、そういう指示出してる、左のボディーブロー、切って落とせというところ、西岡が先手先手、とにかく先手を取らなければナパーポン前に出てくるから後手に回ってしまう、そんな陣営の話もありました、内藤さん、はい、その先手という話が実は陣営からあったんですが、その辺の戦い西岡どうですか、あ どっちが西岡が先手を取れているか、あ、いやもうその通りだと思いますね、自分に取れてますよね、取れてます取れてます、
本当手数 倍ぐらい出してますよ、はい、もしかするとナパーポンの手数と前進で先手を取っても後手に見える、そんな展開になるかもしれないんだ、陣営は話していました。もう右ナパーポン、もう一度右ナパーポン、左ナパーは空を切る、両者打ち合いになってるんですけど、西岡選手全部かわしてカウンターになってるんですね。あ、そうですね、はい、今理想的な戦い方になってますね。それから西岡から右だ、西岡から右だ、ナパーポンに対して大橋さん、サイドでのボディーワークでかわすことも一つポイントになる、そんな陣営の話があったんですけどもね。あ、どちらですか。西岡がですね、そうですね、はい、あまり離れていても限界ありますから、はい、中でボディーワークで受けるのもこれも変化を作るのにこれいい作戦ですね、はい、中でかわしてジャブをかわしたその再体制が返しのパンチにつながり、右で左、まあ、まさにこれそれをやってますよね。左で、ねはい、ボリ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 、はい、中でパンチを受けてますね。今これが西岡の連携してきたこと、仕留めてね、こう打ち合う前出るっていうのもすごいいいと思いますね。気持ち出てますね。頭つけて巻いて左でボリュー、サルブロー、第6ラウンド終了。帝拳ジム浜田代表です。ここまでご覧になっていかがですか。やろうとしたことできてるんですね。相手がもっと出てきたら今度はノッカーと勝負でいきますから、はい、以上です。4年半ぶり五度目の世界挑戦はラストチャンスです。西岡俊明、帝拳ジムの32歳、タイのナパーポンは29歳、2度目の世界戦、こちらは5年ぶりというなことになります。両者にとってもこの悲願のベルトということになります。 WBC 世界スーパーバンタム級のタイトルマッチです。ラウンド間には帝拳ジムの代表浜田剛さんから、相手がもっと出てくればノックアウトのチャンスもという話がありました。川島さん、はい、その辺のノックアウトのチャンスというのはどうでしょうかね。左から右、前のラウンドぐらいから右フックがですね、はい、西岡選手の右フックが結構的確に当たるようになってきてるので、はい、まあ、チャンスあると思いますね。アッパーから右、アッパーから右、ナパーポンもね、いった、左から右だ、左から右だ、ナパーポンです、ナパーポンです、左から右、左アッパーだ、西岡の左アッパー、ナパーポンの右の回数、なんというタフレスだ、なんというタフレスだ、左の森、きれいなパスだ、すごいですね。西岡がもらった、ナパーポンのショートが左、ちょっと西岡が走ったところいいですね、ちょっとここは止めて打ち合っています。左ナパー西岡、右のストレートを出しました。今これナパーポンのこれ土俵ですね今ね、ちょっと一呼吸入れた方がいいですね。打たれてもしかし全く足を止めませんこのナパーポン、不気味です、不気味です。ボディが入った、ナパーポンのショートまでに西岡、ちょっと口が開いてきた西岡です。潜り込んでインサイド、ここはボディをくっつけています。左アッパー、左アッパー、そして左のフックを返します。この右肩をくっつけた状態での左の使い方というのも散々練習してきました。この辺りは田中仙台トレーナーがミット打ちで西岡に叩き込んできました。まさに、まあ、取材して見てきたこの西岡、その通りの試合を見せています。ここは少しまた距離を取ります西岡、軽く顔を揺らしながら、頭を揺らしながら、フィールステップ、ここは後ろに下がります、バックステップ。そうですね、こうフットワーク使った方が、はい、無理に倒しに行かない方が、まあ、西岡選手の持ち味出ると思うので、はい、左ボディ右を引っ掛けました。ただ内藤さん、はい、何かこう西岡にも意地があるかのように足を止めて打ち合いましたよね。そうですね、そうですね、あとこう下がると持ってかれるっていうのも感じたんじゃないでしょうかね。はい、そうですね、うまく使い分けてると思います。そして打たなければ止められないだろうという陣営の話ありました。ここはうまくボディーワークかわしていきます。下がりながら左ボディ、見た目以上に今、西岡選手プレッシャーかけられてますよね。プレッシャーきついですよねこれ、すごいかかります。ということはこのナパーポンの持ち味というのがこの中盤第7ラウンドで出てきたんですね。出てくるのがすごい強くなりましたね。出てきましたね。今間がありましたが2歩前に出てきたのがナパーポンの方です。そして右を出してきました。ノーモーションからナパーポン、これをさばく西岡、ここは接近します。第7ラウンド残りが少なくなってきましたが、ナパーポンが前に出てくる、これをさばきたい西岡です。第7ラウンドが終了しました。西岡俊明、西岡が世界の舞台に帰ってきました。強烈な左のアッパー、練習通りに決めました。顎を跳ね上げた西岡俊明、ノックアウトの期待も高まってきました。びちょびちょです。
WBC 世界スーパーバンタム級タイトルマッチ、西岡俊明、悲運の天才の悲願はなるか。第8ラウンドに入りました。4年半ぶり5度目の世界挑戦はラストチャンスと決めて臨みました。この試合です、内藤さん、はい、ここまでの両者の戦いどうご覧になりますか。いや、僕が見た感じですと、はい、ポイント的には結構あの西岡選手ワンサイドで今取ってますね、はい、あと怖いのは何でしょうかね。あの今もそうですけど出てきましたね。あ、また来ますね、はい、あのガン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 、あのマイラウンドマイラウンド強くなってきますよ。出てきているのがナパーポンですね、はい、また前に出てきました。足を止めますナパーポン。これがナパーポンの持ち味でもあります。ボディーワークでかわしていきます。この王座挑戦権の決定戦という試合を戦ってきましたが、その時も劣勢ながら終盤にこのスタミナで盛り返し、相手が嫌がったところ右で逆に TKO がというナパーポンでした。なるほど。それだけにこの8ラウンド当たりが怖いナパーポンに対して西岡がどうさばくか。頭かなりプレッシャーのところ手数出してきてますけど、はい、西岡選手うまくこのステップワークで、はい、じゃない、うまく出てますね。ナパーポンが出てくる。ウィラポンが全てを伝授した 100% だと言って送り込む。ウィラポンの決心のようなこのナパーポンに対してナイスボディ、ボディだ、左のボディだ、西岡の左のボディ3発目、4発目、西岡の左のボディ、そしてアッパーだ、今度は顔面、今度は顔面打ち分けていく。よく手が出てますね、西岡選手は。 すごい。今ね、打ち合いになってもナパーポンがその腰が立ってるというかですね、はい、顎は上がらされてますね、これね、いいですね。もともと前傾姿勢ではあるんですけども、こう背筋が伸びた前傾姿勢なんですよね、ナパーポンは。ナパーポンが左ナンバーを出します。肩をつけていきます。右肩をつけての左というのは、これが西岡練習していた右です、はい、左です、はい、ナパーポン腰を立たされてるんで、はい、強いパンチが打ててないですね、はいはい、西岡選手いい体の持ってきてたしてると思います。ナパーポン、はい、打たれても前に出てくるナパーポンに対して、西岡がこの右で相手をコントロールし、あるいはさばき、右のジャブで相手を先制し、そして左につなげていきます。第8ラウンドの戦いになりました。さすがにちょっと西岡選手少し疲れてきましたね。あ、そうですか。どういうところに見えますか。口がやっぱちょっと開いてきましたね、ここちょっと踏ん張ってほしいですね、はい、さあ終盤に入ってきました。この試合第8ラウンド、スーパーバンタム級のタイトルマッチは12回戦で争われます。左ボディから右を返していった。ちょっとバランスを崩して西岡が両の拳を手をつけました。もちろんこれはダウンではありません。スリップです。左ナパーポン、ナパーポン、今度はみんなパラ頭をつけて前に出る、前に出るナパーポン。左のボディは西岡だ。細かい感じ、左のボディ、ボディ、はいはい、ボディブローの応酬が西岡。ここはくっつく左、右肩をつけて左のボディのアッパーを出していきます。西岡です。32勝目、そのキャリアが嬉しい悲願のタイトルとなるか。この戦いが第8ラウンドまで入りました。第8ラウンド終了しました。それでは第8ラウンド終了戦の採点をお伝えします。そして77対75が2社、途中採点の公開です。80対72が1社、3社ともに西岡俊明選手を続けております。途中採点公開は3社とも西岡です。さあ、まもなく第9ラウンドに入ります。ポイントか、厳しいな。WBC 世界スーパーバンタム級タイトルマッチ、西岡対ナパーポン、第9ラウンドに入りました。ここまで採点公開がありました。 WBC のオープンスコアリングシステム、3社ともに西岡を、まあ、押していますけれども、西岡の方にポイントをつけていますが、内藤さん、はい、しかしこのナパーポンも盛り返してきているというのはこれありますね。そうですね、はい、あとここからが強いと思います、はい、ナパーポンは2ポイント10割2ポイントというのはちょっと意外な感じでした。そうですね、80対72、77対75、77対75という途中採点の公開、思ったよりも差が開いてないというのは、小林さん、どこでしょうか。まあ、どうなんですかね、まあ、ジャッジの、ね、これ見る目ですから、ナパーポン前進というところに、逆にナパーポンはこれを見て元気が絶対出てきますから、はい、ボディボディです、はいはい、ちょっとこれちょっと嫌な感じですね、これは。もちろんそのナパーポンの後ろに控えるあの宿敵ウィラポンもこれで少し盛り返してくると、夢の輝きがあるかもしれません。西岡の左ナッパーだ、ナイス左ナッパーです。相手の外に足を出していきます。はい、ナパーポン陣営ですけどね、回転を引いて KO しに行け、倒しに行け、近づいてアッパーだというふうに言ってますね。近づいてやっぱ KO しに行け。川島さん、ナパーポン陣営もなんか盛り返している今のコメントありますね。そうですね、やっぱりまあプレッシャーと、あとアッパーがやっぱり多くなってきましたね。そうですね、先ほどのラウンドから西岡選手ちょっとスタミナがね、はい、切れた感があるんですよね。しかし西岡、はい、悲願のためにはここを乗り越えなければいけません。そのための練習でした。
島田さん、はい、西岡陣営先ほどのポイント見てですね、はい、ちょっと厳しい表情になりました、うん、で、そうですね、ですがこれから行きますよと、ここから行くのを練習で何度もやってきたとそう話してます、はい、まあ、タイのセコンドでも元気になってますね、西岡の左ボディです、はい、大橋さん失礼しました、タイのね、セコンドでも元気がね、戻ってきましたからね、そのセコンドにはあの宿敵ミラポンです、うん、2ポイント3というのはね、ちょっと意外ですね、はい、そうですね、左ボディ、左ボディの打ち合いだ、ナパーポンが返す、足を止めるナパーポン、左ナッパーが下、ナパーポン、西岡もタイのボディです、ボディーワークでかわしていく、ちょっと画面でも来た、左ナッパーは西岡、左は空を取りました、左のボディ西岡も、西岡も足を止めて、西岡も足を止めて、ショートの右は後元にもらいました、西岡パシッコ横浜超満員から西岡コールが沸き起こります、あの、ね、西岡君のボディがちょっとポイントになってないのかもしれないですね、あ、そうですか、はい、いいボディにも感じるんですけど、左のアッパーです、はい、ただこのボディから切り替えての左のアッパーも入ってますからね、そうなんですね、ただこの細かい手数ですかね、はい、はい、ここはちょっと引っかかるような感じ、僕はクレジットで見ればね、全然西岡選手の方が取ってると思いますけどね、はい、ボリボリからミルクル、左アッパー、その西岡はっきりとペースを掴んでこの終盤につなげていきたいという第9ラウンドの戦いです、頭をつける、少しここは打ち合いに臨もうかという、受けて立とうかという西岡です、ボディーワークでかわして左のボディのアッパーを出しました、第9ラウンド終了、徐々にナパーポンも強烈なその前進を見せてきました、両者の差は思ったよりも開いていません、さあここから西岡がはっきりとペースをつかむため、川島さん、この後西岡がはっきりとペースをつかむためのポイントどこになりますか、やっぱりあのボディーブロー、あと再三当たってきているあの真ん中からのアッパーですよね、はい、あれでやっぱり顔をのけぞらせば、まあ、ポイントにもなると思いますし、はい、まあ、いい流れになると思いますね、その得意の左、相手の真ん中を打ち抜く、そんなアッパーが次の第10ラウンドに炸裂するか、頭をつけてのこれは左のボディ、ここからの左アッパーがあります、さあ西岡、ゴロムの世界挑戦はラストチャンスだ、ただね、この戦い方完璧だったんですけど、はい、2ポイント2人ということなんで、ちょっと考えなきゃちょっといけないかもしれませんね、はい、非常にあのジャッジの見方というのは難しいところもありますから、ただこれが WBC の採点公開の利点でもありますよね、この戦いを考えられるんですよね、そうすると大橋さん、西岡陣営、さあ左アッパー、左アッパー、確定ライトに汗が飛び散りました、いや西岡陣営、食いってもそうですね、左アッパーの西岡だ、このラウンドを取りに行きますね、決勝と京都のイノック、足を止めます、いや内藤さん、はい、フットワークが持ち味ですけども、ええ、これは西岡、あえて受けて立ってるんですか、動かないですよね、そんなにね、そうですね、逆にこう、足使って、このラウンドで、この終盤で、足使ったら、ちょっと取られるんじゃないかと思ってね、ええ、今ちょっと足止めてやったんじゃないですかね、ある意味、内藤さん、これは西岡としても、その勝負の感も働いてるんでしょうかね、そうですね、そうですね、さあ、また足を止めた、左ボディから右ボディからパーフェクトが組み合った。自分の疲れもあるので、はい、足使うよりはこう足止めて打ち合った方がと思ったんじゃないかと思うんですよね、はい、西岡は言いました、勝負をかける人生をかける3分間が必ずどこかにある、そのためのポイント勇気です、そう話しました、島田さん、はい、右の足来たがパーポーン、はい、西岡陣営からですね、もうここ行かなきゃ勝てないぞと檄を飛ばされたら、西岡がいつもは冷静なんですけども、はいと大きな声で返事をしましたね、ああそうですか、そうですね、やはり足を使ってうまく戦っていたのにこのポイントということで、もう打ち合うしかないと、そういうセコンドの指示ですね、西岡がその勝負をかける勇気の3分間となるのか、この第10ラウンド1分30秒経過しました、出た方がいいですね、足ね前出してグイグイ出た方がいいな、出てくるナパーポンを押さない、ミルンパーから左ナパー、ボディーワークかわして頭をつける、ついた時にね、もうナパーポンがね、このやらしいボディ打ってくるんですよ ね、 そうですね、あれがまたスタミナ消耗させられますんで、ああいうこういう体勢の時気をつけたいですね、左のボディはガードした、このガードの下から左が飛んできましたナパーポン、カウンターというよりは居合のような間合いでも打ち抜く、そんなテクニックを習得してきましたこの西岡です、一旦ちょっと今一瞬静まり返りました、このパシフィック横浜、左ボディから右のボディの連打を見せました、第10ラウンドは残り1分を切っています、頭をつける、右肩をつける、いやなんかナパーポンが持ち味本領発揮してきてる、出てきました ね、 ね、全身全身無表情、ここから強いんですよね、デスマスクなのかサイボーグなのかという戦いを見せています、ボディーブローからのローブローも多いんですけどね、
頭が下がった西岡、それでも前に出る西岡、まとめてもらってないんですけどね、西岡選手ね、クリーンヒットはないんですけどね、ビギュックは進んでるところかわされました、ナパポンの左、頭を下げている西岡、ちょっと上からね、抑えるような形となりました、ナパポンも口切ってますね、そうですね、ちょっと右破った、ちょっと右破った、スリップです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 、スリップはね、今ね、いや西岡もちょっと助かりましたね、びっくりしました、これはスリップです、ここでこのラウンドが終了しました、あれあのナパポーンでしたっけ、水浸しですもん、びっちゃびちゃだから滑りますね、ちょっとね、水垂らしてるから、第10ラウンドが終了しました、ヒヤッとするシーンもありましたが、西岡も踏ん張って受けて立ちます、まあ、パンチも、ね、当たったんだけど、ただ、ね、内藤君が言ってるようにあのナパーポンは水を浴びすぎてるんで、リングの中が水浸しになってるんですね、ちょっと滑っちゃってるんで、レフリーがちょっと注意した方がいいんじゃないかって感じしますけど、確かにその前も西岡が踏ん張って打とうという時に左足、蹴り足が滑るシーンがありました、まあ、そんな形のところでしょうか、ナパーポンの汗、両者の汗、そしてナパーポンの水が、あ、ここワンツーをもらって、そうですね、まあ、スリップですね、そうですね、まあ、スリップだと、ちょっとヒヤリというシーンがありました、まあ、レフリーによってはねダウンを取る、ね、あの場面でもありますけどね、まあ、その辺はまだ運がいいですね、水岡選手、水がねこれね、水ダウンだよ、ね、これ、さあ第11ラウンドに入りました、ちょっとかけすぎですね、あれ水ね、あれわざとっぽいね、もう汗というよりはそのかけたね水が飛び散って第10ラウンドに西岡スリップというシーンがありました、ね、いやしかし足使う西岡選手ちょっとね水浸しになったら不利ですよこれ、はい、ただね内藤さん、はい、だからといってこのリングのキャンバスが今変わるわけじゃありませんからね、そうですね、左、そういった経験は西岡百戦錬磨積んでいます、天才と言われたこの西岡も32歳、あ頑張ってほしいですね、今日取り戻した左をもらった、ナパーポン前に出てくる、また前に出てくる、2歩3歩4歩5歩、西岡の一歩に対して4歩5歩出てきます、ナパーポン強いですね、プレッシャーがすごいですね、すごいプレッシャー、どんどん出てきますね、49戦46勝39 KO という驚異のノックアウト率 85%、 あとはまた滑っちゃって、また滑ってますね、やっぱ西岡さん、ね、目切りましたね、あ西岡にとってはこの目の上というのは古傷でもあります、ちょっとこれは止められたくないという怖いところです、左ナパーポンの左、西岡右を合わせ、あ 鮮血が下に落ちます、西岡の右目、1分40秒、あ一旦ここタイムです、タイムです、西岡のドクターチェックになります、この古傷の右目の上というのは西岡、西岡にとってはこれで止められるというのは何としても避けないところです、古傷の右目の上カットして鮮血が滴り落ちます、バッティングがパンチによってまた、ね、ポイントが、ね、そうですね、もし偶然のバッティングでステップストップでありますとスコアカードによる採点、これが有効だとみなされますと、ああバッティングで減点ですね、減点ですね、これね偶然のバッティングによる出血ですので加害者の方から1ポイント減点、減点したわけナパイ、そうですね、 WBC ルールでこれは大きいですね、ナパーポンから1点の減点となりました、いずれにしてもこれは大きいところ、大きいですねこれは、大きい、ただね見づらくなったら元も子もないですからね、そうですね、ただナパーポンとしてはこれをもう1回やってしまうと、あーミナッパー、大きなミナッパーです、ここはちょっと大振りになっちゃってるんで、今それほど強いパンじゃないので、ナパーポン左、はい、うん、左、西岡の左です、うまいね、ここはさばいてステップ、さばいてステップ、前に出られてバッティング、右の上を、右目の上を切った西岡です。ナイスアッパーですね。このラウンド取ったらね、大きいですね。になるから、はい、取っておきたいですね。勝負枠の第11ラウンドに入っています。WBC 世界スーパーバンタム級チャンピオンに輝くのは西岡かナパーポンか。残すはこのラウンドを含めてあと勝つだけ。両者がもう体を寄せ合って戦います。西岡勝負のこの試合、ワン、ツー、スリー、フォー、右で相手を引っ掛けようという西岡です、左のボディ、ここは組み合ってきます、いや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 、西岡をこれはちょっと押し倒すような、これはいけません、ちょっとイラついてますね、西岡の顔が鮮血で染まります、残りはもう30秒を切ってきました、この第11ラウンドナパーポンの前に出る西岡、右目の上の鮮血はナパーポンのバッティングによるもの、ナパーポンの減点があります、この第11ラウンド右で引っ掛けます、西
しょうか。ここはさばきます。前に出られた後からは少しさばいてのこの第11ラウンドの戦いです。このラウンドはね、いい戦い方してるじゃないですか、はい、滑った。これは明らかに足が滑っています。キャンバスの上がナパーポンの汗、両者の汗、あるいは水でこの西岡が足を滑らすシーンが何度か見られています。最後だ、お前がチャンピオンだ、西岡お前がチャンピオンだ。ただいまの第11ラウンド赤コーナー、西岡俊明選手2回目の上を勝っていたしました。この勝は偶然のバッティングによるものでした。第11ラウンド、はい、内藤さん、あと1ラウンドですよね。ナパーポン、ギャッドディサック、チョークチャイ選手に1点減点がされます。なお11ラウンドに西岡の右手の上出血がありましたが、これはナパーポンによるバッティング、偶然のバッティング。従いましてナパーポンから WBC ルールによりまして1点の減点ということになりました。これは西岡にとっては大きなポイントとなります。さあ残すはあと一つです。これラッキーと考えた方がいいですね、この減点をね、はい、このシーンでしょうか。頭で西岡右目の上を切りました。さあいよいよファイナルラウンドです。西岡選手、冷静な西岡選手がね、まあ、セコンドインターバル中に大きな声出して気合入れてましたね。クールな西岡、クールな天才が大きな声で答えました。32歳ラストチャンスの集大成はファイナルラウンド第12ラウンドに入りました。さあ大橋さん、西岡選手もこのラウンドも倒すか、はい、取りに行く、そんな気迫で今来てますね。そうですね、はい、島田さん、はい、西岡陣営、あの傷はもう問題ない、もうあと1ラウンドから気にしている場合じゃないと、はい、このラウンド倒しに行くと言っています。倒しに行く、そうですね、ノックアウト、うん、さあ見られるか、天才のノックアウトシーンは見られるか。打ち合う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 、西岡さん、このラウンドを 取るか取られるかで違いますね、はい、そうですね、分けますよこれ。そうです、ダパーポンには、あー危ない、はい、危ない、西岡が左入った、聞いたぞ聞いたぞ、西岡ももらっている、西岡ももらっている、お互いにちょっと聞いてました今、お互いにパンチが上がりました。ナパーポンには奇跡の逆転ノックアウトがあります。西岡気をつけなければいけません。第12ラウンド、天才の第12ラウンド、島田さん、はい、青コーナーのナポーポン陣営ですけどもね、はい、もう時間がない、倒しに行け、KO しかないと、行け行けというふうにもうどんどん煽ってますね。あっ、右だ右だ、西岡の右だ、ナパーポンのカット、お互いこれ倒せる距離で戦ってますから、はい、はい、このね、お互い強いパンチが出る距離で戦ってるんで、はい、ダウンシーンが、ね、あるかもしれないですね。右はヘッドスリップ、わずかにかわしました。ヘッドスリップでかわして、そしてカウンターにつなげられるか、西岡としあき、日本のエースと呼ばれた西岡、忘れかけられたこの天才が再び帰ってきました。さあ第12ラウンド、悲願まであと1分30秒だ。西岡選手頑張ってほしいですね。この距離は、ここは潰された、西岡も苦しいかもしれない。これはスリップです、これはスリップです。ナパーポンもいっぱいいっぱいですね、ナパーポンもちょっとラフになっちゃってますね今ね。あー減点、これでもナパーポンが決定的な減点です。これは大きいですね、決定的な減点。これはナパーポンが大橋さん押し倒したことということですね。そうですね、これ2回目ですから、はい、これはしょうがないですよね。セコンドに控える西岡の宿敵ミラポンも、これはちょっと厳しい、そんな表情を浮かべました。さあ第12ラウンド、もう1分を切ってきました。西岡の悲願が見えてきました。西岡の悲願が見えてきました。勝って必ず一人娘ときめちゃんを抱きしめる、そう語った西岡、勝負だ、出てくるな、ナパーポンも出てくる、強くなった、ナパーポンにとっても悲願だ、5年前で倒れた、見える西岡の悲願、左から見える、西岡選手も魂を込めてパンチ打ってますね、はい、美しいものの回答を見せた、この天才は魂の回答、気持ちがこもります。勝負をかける最後の3分間、もう30秒を切っています。左から見え、左から見え、ザ・パーソンの右を返す、左は西岡ラッキング、インサイドでかわして、左ボリーから見え、西岡残りは少なくなってきたぞ、西岡悲願まで残りは少ない、あと10秒、さあ行け、うん、ナパーポンが出る、ナイスボディ、西岡かわせ、ナパーポン追いつく、西岡出る、はい、試合終了、試合終了、 WBC 世界スーパーバンタム級タイトルマッチ、西岡ナパーポン、試合が終了しました。判定へと持ち越されます。お知らせいたします、ただいまの第12ラウンド、青コーナー中野、お互い力を尽くした感じですね。ケニー・ベイレスプッシングの反則により1点減点を課しております。MVP
減点はでかいですね。大きな減点がありました。ラフになったナパーポン、それはイコール西岡の強さがあったからこそ、西岡のうまさがあったからこそ、顔面を鮮血に染めながら12ラウンド戦い抜きました西岡俊明。美しいボクシングを美学としてきたこの西岡が、どうなってもいい、とにかく打ち合いに勝ってやる、そんなファイトを見せ続けました。勝った時にはこのタイトルマッチが決まる前から別居を決めた一人娘の小姫ちゃんをリングに上げて必ず抱きしめる、そう約束しました。さあ採点の結果が間もなく出ます。採点の結果はどちらに出るか。12ラウンド戦い抜きました西岡ナパーポン、 WBC の世界スーパーバンタム級、輝くあの緑のベルトは西岡かナパーポンか。採点をお知らせいたします。ジャッジサムエルコンで、同じくジャッジベンハミン・レンドン117対109、ジャッジジェームス・ジェンキン119対107、以上3対0のユナリマス選手をもとして勝者 WBC 世界スーパーバンタム級新チャンピオン、ザ・スピードキング西岡、西岡悲願の世界チャンピオン、おめでとう西岡、おめでとう西岡、新年がついに形となりました。西岡男だけおめでとう。クールな男は泣いてますね。5度目の挑戦ですからね。認定賞 WBC 世界スーパーバンタム級大橋さん、はい、西岡俊明殿、男泣き西岡、クールな西岡が涙を見せました。9月15日、本当にね、横浜、まあ、4度ともね、不運な西岡だったんですけども、2度が引き分けでした。今日はね、運もね、味方してくれましたね、はい、努力でね、引き寄せましたよね。川島さん、はい、勝利を得たので、この西岡の勝利を同じボクサーとして、同じ世代を生きてきた川島さん、どうご覧になりますか。やっぱりこの4度挑戦して、でダメでもその諦めない折れない心ですよね。それがやっぱりこういう結果になったと思いますね。内藤さん、はい、若いボクサーたちにも夢を与える信念という言葉を見逃せたこの西岡の戦い、内藤さんからも一言お願いします。いや、同じね、30代としてね、もう本当嬉しいですね。まだまだできるんだっていうのを見せてくれたんじゃないかなと思います。信念を実らせ、そして一人娘小姫ちゃんを約束通りプロリング上で抱き上げました。5度目の世界戦が決まる前からこの西岡は別居を決めました。単身赴任、一人で東京、自分自らを磨き上げました。あー、宿敵ミラコンが西岡の手を挙げます。見えないこの宿敵の影とも戦いました西岡。潔い良いというかね、あのミラポンも、ミラポンが手を挙げるっていうのは、ね、終わったらね、あの試合最終ゴングになったら終わりということでね、本当素晴らしい戦いでした。ウィラポもね、本当潔いな。それではテレビの前の皆さん、そして会場の皆さん、お待たせいたしました、世界チャンピオンです、西岡俊明選手です。おめでとうございました。そしてまずは西岡さんからタッチの願いで、娘さんの小姫ちゃんに先にマイクを向けてくれということなので、小姫ちゃん、お父さんに一言かけてあげてください。小姫ちゃん、リンガーカット何て言われた。世界チャンピオンおめでとう。言えた、リンガーちゃん、よかった、優勝したもんな、ニコと笑ってバイバイって、娘さんとは西岡さん、ずいぶん会っていらっしゃらなかったんですよね。はい、そうですね、あの今年のお正月から、はい、会っていません。世界チャンピオンになりました、今の気持ちを教えてください。いや、もう本当に世界チャンピオンおめでとう。あ、すいません、もう OKOK、もう大丈夫よ、もっと大丈夫。もう本当ね、もう今感謝の気持ちしかないです。あの応援してくださった方々、の会長、マネージャー、浜田さん、笠井さん、田中さんはじめ
スタッフ、すべての人々、あの家族、応援してくれたすべての人々、もう本当も感謝の気持ちしかないです。ありがとうございます。私たちが想像する以上にここチャンピオンベルトまでは西岡さんにとって非常に長かったと思います。振り返ってみていかがですか？そうですね、やっぱり振り返るとすごく長かったです。はい、でも家族の支え、そしてジムの支援、そして応援してくださった方々がいて初めてここまで頑張ることができました。そして今日は、この会場に集まってくださった皆さん、そしてテレビで応援してくださった皆さんの、あの応援をあのパワーにして、あの苦しい時頑張ることができました。本当にありがとうございます。では最後にですね、もう次の目標も踏まえまして、西岡さんの最後に景気のいい一声で締めたいと思います。お願いします。今もうとにかく家族と一緒にゆっくり過ごしたいです。その後また、応援してくださった人々のね、期待に応えれるようにもう懸命にまた頑張りますので、体の続く限り頑張りますので、皆さん応援よろしくお願いします。約束通り娘の小姫ちゃんを抱っこして、そしてそのヒーローインタビューを受けました、優勝インタビュー、勝利インタビューを受けましたこの西岡です。さあ大橋さん、本当に長かった長かったチャンピオンロードを戦い抜いた西岡に一言お願いいたします。そうですね、やっとこのね世界チャンピオンになって娘を抱き上げるという夢が叶って本当に良かったですね。はい、川島さん、はい、西岡のこの勝利のポイント、はい、どこにあったでしょうかね。まあ、それはやっぱりこの4度世界挑戦して諦めなかったその心じゃないですかね。はい、はい、そして内藤さん、はい、内藤さんと同じチャンピオンワールドへと入ってきましたね、西岡選手ね。あ、そうですね、ね、同じ30代として、はい、すごい嬉しいですね。僕もやる気が出ますね。まだまだこれから西岡の前にはさらなるライバルたちが現れることでしょう。大橋さん、この西岡に本当に勇気づけられるボクサー多いでしょうね。そうですね、もうね怪我をしてアキレス腱を切って、はい、でなおかつ4度挑戦して世界が取れず、はい、それでも我慢して我慢してチャンスを自分で掴みましたからね。はい。